私、下野市に住んでるんですけれども、下野市の公認議員が、排外主義、差別主義を主張している、桜井誠を礼賛しているんですけれども、それについて山本代表はどのように思われますか。で、私、下野市に住んでるんですけれども、下野市の公認議員が、排外主義、差別主義を主張している、桜井誠を礼賛しているんですけれども、それについて山本代表はどのように思われますか。で、あと、その後、少し話したいんですが、よろしくお願いいたします。今話してください。ですね、もう非常に下野市議会あるいは市民活動に対してですね、非常に令和の評判が落ちてきています。そういうような中で、ボランティア、私ボランティアやってるんですけれども、ボランティアで様々な問題を起こされています。それに対して、どういうふうに信頼関係を築いていくのか、ぜひ真面目に取り組んでいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。めんどくさい話来ましたね。いや、おそらくですよ、この今の話を聞いてて理解できる方はもうほんの一握り、マニアックな人たちだけになってしまうと思うんです。で、そうではない多くの人たちにとっては、それ以外のことを聞きたいってこともあると思うんですけど、これやっぱり、重要な話だと私は認識しているので、ちょっとやりとりというか私からの考えを言わせてもらいたいと思うんです。やっぱり人間集まると、様々揉め事が起こるんですよ。一人でやってる分には揉め事起こりません。二人、三人、いや、三人になってくるとちょっと変わってくるかもしれません。三人よれば派閥ができる。そんな言葉も聞いたことがあります。で、特にですね、例えばですけど、これから議員になりたいという人の中には、議員になりたいというか、ごめんなさいね、もっとオーソドックスな話しましょうかね。皆さん、例えば、会社、学校、いろんなところに入りたいと思って面接を受けたことがある。そういう経験ないですか。皆さんの中で何かしらかの面接を受けたことがないっていう方はどれぐらいいらっしゃいます。ありがとうございます。この会場の中でお一人だけ手を挙げられました。かなりレアな方だと思います。そういった面接とかね、学校入るときの入学の、試験と並行して面接を受けるとか、何かの資格を取るときに面接を受けるとか、あと就職のときに面接を受けるとか、何かしら皆さんその面接を受けてきてるわけですね。じゃあその面接を受けてるときに字の自分でクリアするってこと考えますかね。何が言いたいか、オーディションを受けるときに当然この審査員たちに対して受けがいいことを狙っていくってことが普通ですよね。受かりやすい。目的は何かって言ったら受からなきゃダメなわけだから、本当の自分を隠しながらいろいろやり取りするっていうのが多分一般的だと思うんです。で、これは政治の世界でも一緒なんですよね。で、もちろんその候補者であったりっていう人たちと面接を重ねていきながら、で、実際にポスターの活動をしてもらったりってことをやっていくんですけど、やっぱりその人がどういう人柄でっていうことを本格的に分かるときっていうのは、究極は何かしら問題が起こったときなんですよ。あ、この人こんな人なの?とかですね。この人こういう問題があるんだってことは分かるのは、そういったことが起こった時なんですよ。それを事前に察知する、予知するってことは重要なんですけれど、それにはやはり限界がある。私はそう思ってます。そういった意味で今発言いただいた方の、地域で活動させてもらっているものが、逆に言ったらその支持者の中でこう困惑するというようなことを生み出してしまってるってことですね。で、実際どのような、なんだろうな、その人自身が発信をしているのかということを私はつまびらかには知らないんですけれども、一方で今言われたような何かしら排外主義につながるようなことっていうのはもうそれ絶対ご法度なんですよ。令和新選組の理念というものとは大きく離れているものですね。なのでそこら辺の事実関係的なことであったりとか、さまざまなことっていうのはこれはやっぱり見ていかなきゃいけない。一緒にやっていけるのかいけないのかっていうことも含めてですね、こと細かに指導していけるというわけではありません。私たち、自分たちの、もともと持っているものよりも大きく背伸びをしながら、社会を変えるために、いろんな活動をしているので、
なんだろうな、手取り足取りいろんなことを教えていけたりとか、180% の力を使、200% の力を使って指導していけるっていうような状態にはないです。この力、立場を得た、この力によってこれまでやっていたことを、さらに大きくしていきながら世の中を変える努力をするっていうような気持ちがそれぞれの議員に必要だと思うんですね。でもそのような状況ではないということを周りの方々が判断されたっていうのは結構これ大きな問題ではあるというふうに私は認識しています。すみません、もしも何かあれば。はい、私北関東ブロックの責任者なんで、まあ、栃木県のボランティアの皆さんともよく意見交換して、まあ、その議員さんとのね、いろいろ意見の違いとかそういったこともずっと聞いてまいりました。まあ、一つ、私今までの、まあ、ずっと政治家も20年ぐらいやってるんですけど、で他のいろんな党にもいたんですけど、やっぱりね、地方、まあ、議員さんってやっぱちょっと変わってる人多いんですよ。なかなか、で、どこの地域、どの党でも、結構そのボランティアさんとか支持者の方と議員さんの対立っていうのは、これはまあよくある話なので、まあ、なんか特殊な、この栃木だけが特殊ってことではないということは、まず一つ、申し上げたいと思います。まあ、その上で、まあ、いろいろ、意見の相違とか、まあ、いろんなトラブルとかね、確かにありました。で、その、今、言われた議員さんは、もう、やはりその、令和には、もう、入れないということで、まあ、これはご自身も SNS で公表されてますので、離党届を出して、で、それが、党に、今朝、届いておりますので、これからは、粛々とその対応をしていきたいと思います。はい。ありがとうございます。まあ、人が集まるということは、様々な、まあ、プラスになる部分もありますけれども、そうやって、なんだろうな、方向性が違う人も混ざってきたりとか、隠してたものがあらわになったりとか、で、さらに大きくなっていくために、まあ、議論を尽くして、みたいな、いい方向に行けばいいですけれども、そうではない部分も当然出てくるというのが普通なのかなというふうに思います。一方で、そういうようなことで、皆さんにちょっとご心配であったりとか、ご迷惑、ご心労をかけたっていうのは非常に申し訳ないなっていうふうに思います。ぜひですね、次回からはと言いますか、ぜひ、あなたの地元で、令和の看板を立てられるような人材を、自分たちの中から見つけて、自分たちの仲間を立候補させて応援していくと。いうようなことをぜひ、これは全国でそういうことの動きになっていく必要があると思ってるんですけれど、党が決めたっていう、人だけじゃなくてですね、そういう人を、この人を推薦しますみたいな形で、その、輪を広げていくってことも一つ重要なことなのかなっていうふうに思います。すいません。こちら側のですね、様々なことによって、お疲れにさせてしまったっていうのはお詫び申し上げます。ありがとうございます。じゃあ次の方。久しぶりです。宇都宮で仮面ライダーダブルの松が大好きだと言ったコアなファンでございます。今日はですね、先ほどの話とも関連するんですが、令和の、地方議員さんが最近数名、辞められていると。で、その、国会議員さんに、立候補者を探しているというお話だったんですけども、僕の考えでは、その、今いる地方議員さんのステップアップとして、市政から県政へ、県政から国政へっていうふうな流れが一番いいんじゃないのかなっていうふうに考えるんですが、そこが、ちょっと短期間の間に、言葉は悪いんですけど、切り捨てのように、離党になってしまうというのが非常に残念で、あと、令和さん特有の、その支持者が、公認の、令和の党員の方を、ネットとかで、こう、誹謗中傷すると。これ、令和本当に多いと思うんですね。そういうのが、ちょっと僕は、選挙で選ばれてる方を、その政党支持者が攻撃をするというのはおかしいんじゃないかなっていうふうに感じてて、そこら辺のところはどういうふうにお考えでしょうか。ありがとうございます。支持者だから全員黙らせられるわけじゃないんですよ。それって上下関係じゃないですか。上司部下の関係性じゃなきゃそれ成立しないんですよ。みんな大人なんですよ。令和新選組を支持してるっていうことでみんな、なんだろうな、応援するときには応援する、その中に応援しない人もいたり、で、応援しなかった人がまた次の選挙で応援してくれたり、様々ですけれども、あくまでも旗を立ててやろうとしていることは、この社会変えるために何かしらみんな一緒に動こうってことなんですよ。私たちが全部引き受けます。あとは任しといてくださいみたいな話はしたことがない。
社会を変えるために一緒に力を貸してくださいってことを言ってるんです。で、一方で例えばネット上である令和の所属している議員が、それ以外の方々と何かバトルになったと、じゃあその原因何ですかっていうところまでやっぱり見ていかないとダメですよね。じゃあその議員に対して何かしら、なんだろうな、ふさわしくない行動だったり言動ってものがあったとするならば、当然支持者としては怒りますよ。だって令和の旗のもとに議員になった、それだけじゃなくて、そのボランティアの方々もやっぱり手伝ってくださったりっていうことなんだから、まあなんだろうな、一人で大きくなったと思うなっていう思いがやっぱりボランティアさんの方々の中にはそういう思いを持った人もいると思うんですよ。で、そこに対して当然なんだろうな、行き過ぎたものだったりっていう部分に関しては当然何かしらこちらから注意したりとかしますけど、それが表に見えてるかって言ったら見えてないと思います。当然内部でのやり取り、わざわざそれ可視化しないってことです。はい。で、なんだろうな、離党を選ぶっていうことに関しては私は逆にやめるなっていうことを強制する方がきついと思うんですよ。自由がありますよ。今さっきほら発言された方も帰ろうとした、で帰る前にどういうことって質問はしたけれども、その後帰るってことに対しては止めない、あなたの自由だよって、それ基本ですよ。だから自民党とか他の党みたいに何かしらなんだろうな、絶対に立てつけないとかっていうような関係性ではないってことですね。みんな自由だってことです。で、一般の方々からしてそういうバトルを表立って見るっていうようなことがネット上であったりとかしたら普通に引きますわね。何やねんこのうちをもめみたいなものって。まあでもそれも一つの姿なんでしょう。政治に対して今までアプローチしてこなかった人たちが初めて政治に対してものを言えるとか考えるとかってことを表立って表明していってコミュニケーションしていった結果、当然そのコミュニケーションが稚拙だったりとか何かしら浅かったりとかっていうようなことは当然生まれてきますよ。でもそういうことを繰り返していきながら様々みんな学んでいくわけですよね。もちろん支持者の中にはものすごく昔から政治に詳しかったりとかいろんな方がいらっしゃいますけど、中にはそういう方々もいらっしゃると思うんです。私の今言ったようなね。なので何かって言ったら、令和とは何かって言ったら社会の縮図です。特別この令和のことだけに何かしら問題があるということではなくて、社会そのものがここにあるんだというふうに私は見てます。一つ一つ解決していくというような面倒見の良さ、何かしらそういうホスピタリティ溢れるようなものを提供することは不可能なんです。それぞれが考えて、それぞれの地域で活動をして、それをいかに拡大していくことが社会を変えていくことにつながっていくのかっていう意識を議員も支持者もそれを持っていかない限りは世の中なんて変えようがない。内輪で起こった問題だけを火消しするとか問題解決に向かわせるとかっていうことだけでもう終わっちゃいますよ。走りながらやっていかなきゃいけないっていう状態、これを考えた時には再発防止を考えながらもやっぱり前に進むしかないってことを考えたら、やっぱりみんなで支え合うしかないということですね。すいません、十分な答えではないんですけれど、ものすごく心配してくださってるっていうのはもうものすごく私の中に感じるものがありますから、なのでそういったご心配をかけないという意味合いでも候補者を選ぶっていうことに関してもさらに慎重になっていくってことが必要だろうし、で市議会から県議会、県議会から国会議員みたいなステップを踏んでいきながら大きくなっていく人もいるだろうし、ステージを変えていきながら挑戦することを変えていく人もいるだろうけれど、いきなり国会議員だったりっていう人が生まれるっていうのもこれはもうなんだろうな、それほど問題ではないだろうと思ってます。だって自民党でさえも立候補する人を探すの大変なんですって。出たい人はいっぱいいるんだけど出したい人がいないんだよねっていうふうに自民党の若手の結構有名な方から聞いたことがあります。あ、うちだけじゃないんだって。で特に私たちみたいなベンチャーになるとあそこまでの、老舗っていうところとは大きく変わるわけですから、だからなんとか私たちのような、なんだろう、ある意味での私たち、なんだろうな、普段言ってるのはなんて言うんでしたっけ、屋台村だって言ってるんですよ。屋台村、それぞれの腕自慢、中華やってる、寿司屋やってるね、いろんな腕自慢が集まって屋台村を形成してるわけですよ。つまり何かって言ったら、それぞれの子でやっぱりそれぞれ踏ん張って頑張っていくっていう元があって全体の力につながっていくっていうことなんですよね。そこら辺がなかなか大変な部分でもあるんですけれども、なんとかこれを、なんだろうな、日本の政治を変えていくプラットフォームとして
私はさらに大きくしていきたいなっていう思いです。すいません、ありがとうございます。あ、すいません、ちょっと私も ありがとうございます。幹事長は選挙とそれから地方議員も担当しているので、私からも一言だけ申し上げたいんですが、今令和地方議員55人います。でただですね、2022年の7月に参議院選挙があって、まあ、そこで令和は8人の国会議員になりました。でその時点では地方議員ゼロだったんですね。でそこから半年後の統一地方選、4月の統一地方選までで一気に50、まあ、55人ではない、正確に言うと違うんですけど、まあ、そのくらいのもっと数も擁立して、いたと、まあ、非常にだからすごく短いスケジュールの中でやってきたというのは一つあります。でその後地方選挙が1ヶ月に1遍ぐらいとかになっているので、まあ、そうするとかなり、じっくりですね、候補者の擁立であったり選挙体制も作れるんですけど、まあ、まず地方選になるのにそのくらいのタイトなスケジュールだったということは一つ申し上げておきたいということと、あと、まあ、私もさっきも言ったんですけど、まあ、いろんな政党も経験してですね、やっぱり令和のボランティアさんとか支持者の方って本当にやっぱ熱い、もう絶対日本一熱い方なので、やっぱり政治家に対して求めるものも熱いです。まあ、それは議員からしてみればかなり高い要求水準になっているのも事実で、まあ、それは悪いことではないと思うんですけど、やっぱり政治家そんな完璧な人ばかりじゃないですから、やっぱりそこをうまくこう調整というか話し合いというか、まあ、そういうのをやっていかないとですね、なかなかその党が大きくなっていかないなというふうに、まあ、思います。あと、まあ、最後に、離党されてる方は、決して我々が切り捨てたってことは全くなくて、自らのご意思で辞めていかれた方が、まあ、最近2人おりまして、まあ、今日ね、3人目っていう話が出ましたけど、点ありますけど、なんか我々が切り捨てたってことはないので、そこは、ちょっと誤解なきようにお願いします。まあ、辞めたいっていう人を無理やり縛り付けて、なんか自分たち色に染めるんだみたいなことの方が私地獄だと思うし異常だと思うんですよね。で逆に言ったら令和の元々の立て付け考えてることっていうところと違う行動をしたりとか違う方針を自分の中で見つけて進み出すってことはこれはもうお別れした方がいいんですよ。はい、協議離婚するべきだというふうに思います。はい、なので一度生み出されたものに対して守ろうという気持ちが出てくるっていうのは人間ではあるんですけれど、そういうような局面が来た時にはじゃあもうあなたの活躍祈ってるよっていう形で応援していくっていう方が私は健全かな、そう思ってます。ありがとうございます。さあ